ピラトゥス鉄道ピラトゥスクルム駅転換中のロータリースイッチロヒハー式のラックレール。ピニオンの亀にツバがあり、ピニオンがラックレールから外れないようになっていることに注意。ピラトゥス鉄道はスイスにあるピラトゥスさんの登山鉄道。アルプナハシュタット駅と山頂のピラトゥスクルムの間を結ぶと同時に反対側の斜面をゴンドラリフトとパノラマロープウェイで結ぶ。 どちらの路線もスイストラベルパスを持っていれば追加料金なしで乗ることができる。普通鉄道では世界一の急勾配である480パーミルを持ち、ラックレールに世界唯一のロッヒハー式を採用している。あまりの急勾配であるため車両がケーブルカード用平行四辺形状になっている。また、ロッヒハー式ラックレールを使用していることから、 構造上通常の分岐器が作れないので、トラバーサー及びロータリースイッチという特殊な構造の分岐器によって車両の入れ替えを行う。アルプナハシュタットピラットスクルム間の 4.6km で、機周端の標高差は 1629m に及ぶ。期間 800mm。1889年開業。開業時は上機動車を用いていた。 1937年電化。電化方式は直流 1550V。所要時間は30分。ありがとうございます。